1月24日の運動力通信をお送りしています。今日は窒素産業の19日目です。死ぬほど汚い、なくてはならない窒素産業は世界を変えた、生態系を破壊し、戦争で数百万人を殺し、数十億人を飢餓から救ってきた。19日目ですね。牛舎から立ち上がる、立ち上るアンモニアが明らかにしているように、立ち上るですね、立ち上がるじゃない、立ち上る、牛舎から立ち上るアンモニアが明らかにしているように、植物性タンパク質から動物性タンパク質への変換は非効率であることが知られているからである。しかし多くの人々にとって肉のない世界での生活は、クルークスが小麦のない世界での生活について考えたのと同様に、良い生活についての考えと調和しにくいものであることに変わりはない。現在肉をほとんど食べてない人々も含めて、ではもし現代のクルークスが、先代が窒素不足の世界を調査したように、窒素過剰の世界を調査するとしたら、どのような使命を仲間の科学者に課すべきなのだろうか。ビリンガムで起きているような逆転現象、つまり工業的窒素固定と同じ規模の工業的脱窒、窒素を脱する脱窒は不可能である。窒素を含む大気中の窒素分子は無限に利用可能であり、T サイドの上空から採取しても、マラシトラの上空から採取しても変わりはない。鋼鉄窒素はある場所でより多くの害を及ぼしている。また窒素が濃縮されたとしても、その拡散性は非常に高い。固定化窒素は 78% の N2 がある大気から始めることができる。脱窒が対処しなければならない汚染物質は10億分の1という単位で測定される。その代わり、人間がこのサイクルに介入するというマクロ的なものから、細菌を味方につけるというミクロ的なものへと移行することを検討する。アメリカのスタートアップ企業ピボットバイオ社は、窒素固定バクテリアの新種を特定し、種子をまく前に処理することで、種子が根を張る土壌で窒素固定がたくさん行われるようにすることができる。農薬大手のバイエルは、唯一の大手合成生物会社である銀行と協力して、さらに効果的で販売前の種子に添加できるようなバクテリアをデザインしている。理論的にはこのような処理によって、作物は現在の肥料から得られるのと同量の窒素を得ることができ、しかも周囲の環境からの損失ははるかに少なくなる。まあだいぶ専門的ですけども、その植物性タンパク質から動物性タンパク質への変換というのは、まあ牛は草から牛ですね、牛を育成する、非効率である、それは非効率だ。ただ肉のない生活というのはやっぱり考えられないなということを言ってますね。それではその以前は窒素不足を話していました。ここではその窒素過剰の場合には、それをどういうふうにしたらいいのかということを、窒素固定のやり方と、今度は窒素をその逆にね、放出するやり方っていうのはあるわけだけど、窒素固定のような側にはうまくいかないということをここで言ってますね。窒素固定しまったら、結局害を及ぼすことはがあるわけですけども、この最後のところですね、そうは言ってもですね、このピボットバイオのバイオ企業のようにですね、
窒素を種をまく時にまく前にその窒素を固定できるような種にねそういうバクテリアを付着させるというふうなことによって環境の損害を少なくしようということをやってるわけですね。